まさかと思うけど、あれじゃないよね。結婚するお二人のために神が用意してくださったものです。ここには愛という言葉が何回も繰り返されています。愛はお二人の家庭を作る大切な土台だからです。お二人は今日キリストの愛に結ばれ夫婦となるのですから、どうかどのような時にも許し合い、助け合って、平和な家庭を築いていてください。お二人のゼットに神の豊かな導きがあるようにお祈りいたします。ゲーム？次は、タイさん。あなたはこの女性に結婚して、神の定めに従って、夫婦となろうと思っています。あなたはその健やかな時も病む時もこの人を愛し敬え、慰め、助け、その命の限り固く聖書を守ることを誓いますか。誓います。水嶋ジュリーさん、あなたはこの男性と結婚し神の定めに従って夫婦となるとしています。あなたはその健やかな時も病む時もこの人を愛し敬え、慰め、助け、その命の限り固く聖書を守ることを誓いますか。それではその証としてブーケの効果をいたします。このブーケは私の愛と思いやりと変わらぬ平節の誓
会であり中止です。このブーケは私の愛と思いやりと変わらぬ伝説の誓いであり印です。それでは、記念撮影に移らせていただきます。お二人真ん中にしてデザイナーの方、そして皆さんで二人を囲んでいってください。電球気をつけてくださいね。
じゃあ2人真ん中で。やめて。ちょっとかがむような感じで。ねえやめなさい。ハルキもやめて。こっち座って。ハルキもあるかもここ座って。で皆さんじっと詰めて。見えるよもう。じゃあ、和代さんも前までお願いします。はい、それでは今日一の表情をしてください。はい、撮ります。はい、1枚目いきます。ちょっと硬いですよ。はい、はい、撮りますよ。熱い熱い。はい、もう一枚いきます。はい、ラストいきます。満面の笑みで皆さん。どうですか、よし君、大丈夫？僕の方は大丈夫です、カメラ。今日は展示会にお集まりいただきまして、まずは本当にありがとうございました。でこのサプライズは本当サプライズで、まず牧師さんが なんだこの人はと思っとったんです。そしたらヤスさんに聞いたら俺の英会話の先生呼んできたっていうから、へーって、まあ、僕も英語ちょっといけるからちょっと英語で喋って調子の取った部分があって、今思ったらすごい恥ずかしい部分があって、まあ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 と思いながら、今日この頃を迎えましたことで、まあ、あとは今こういう SCS ネットワークカンパニーっていう場所を借りて、まあ、水島ジュリって旧名前なんですけど、無事嫁をいただくことができたので、ここの会社に勤めて僕は本当に幸せだと、本当人生楽しく生きてるなと僕は心から思ってますので、皆さんも人生楽しんで前へ前へ進んでいきましょう。そして最後に社長、本当にいつもサプライズしていただいて、もう本当20歳の時からお世話になる感じで、頭に本当に上がりません。これからも一生続いていくんでよろしくお願いします。それでは最後に社長がずっとつけていたこの風船を2人で持ってもらって、二人の幸せを願ってさらに放ってもらいたいと思います。じゃあどうしようかな。じゃあみんなでおめでとうって言ってあげてもらいましょうか。じゃ私がせーのって言うのでおめでとうって言ってください。いきますよ、せーの、おめでとう。それではお客様も長い間ありがとうございました。気をつけてお帰りください。